ある伝説を聞きました。ベトナムには54の少数民族が住んでるらしいね。なんやこれって感じ。モン族ってどういうところかって言って調べたら、ものすごい悲惨な悲劇があって、いやもうこれだいぶあれやで、奥地まで来たで。こんな秘境誰来る普通。はい、おめです。今ベトナムのサパに来ております。ハノイから6時間車で来るところなんですけど、標高 1600m の山の上、そして雲の中、空島です。ラオカイっていう中国との国境から2時間、かけて来ました。なんか雲の上の街って言われてて、ほんまにすごい綺麗なとこやね。写真もこんな綺麗やったら見えるんですけど、もうちょっとね天気悪くてこんな感じでもう雲になってます。どこに行くかというと、ある伝説を聞きました。ベトナムには54の少数民族が住んでるらしいね。ベトナム、ラオス、タイとか、もうここにも一帯に54個の少数民族がおんねん。その中でも一番興味深いモン族っていう少数民族が住んでる村がこっから行ったところにあんねん。でそこまで探検して、どんな生活をしてるかを見てきて、すごい悲惨な歴史があって、ベトナムの少数民族なのにアメリカ兵として第一線で戦ってた歴史とか、誘拐国とか結婚を誘拐してするとか、そういうなんか物騒な話とか、いろいろ面白い興味深い部族なんで、ちょっと見ていきたいなと思ってます。めちゃくちゃ大変やけど、今までの大変な道のりちょっと見てから見てください。どうぞ。雲やもんな。ここにも雲みたいなの通ってないわ。雲を歩いてます。目的地の少数民族まであと15分ぐらいで着くから歩いていこう。かわいい。見てこれ、カメラで映らんやろ。さっきから歩いて30分ぐらい歩いてるんだけど、なんやこれって感じ。でも夏とか来たらこれエグいんやと思うね、ビューが。こんな写真とか撮るらしい。めっちゃ綺麗やろ。2キロって知れてるやろ。こっちの人の2キロ、5キロじゃん。あ、確かに。先2ミニッツ言うて20分ぐらい待たせる。危ない。はい、カット村のモン族のところについてんけど、モン族ってどういうところかって言って調べたら、ものすごい悲惨な悲劇があって、ベトナム戦争の時に北ベトナムと南ベトナムで戦ってたやんか。でその時にアメリカ軍が目をつけたのがモン族って言われてて、物資を提供してたホーチミンルートっていうのがあって、そこのルートを叩くためにモン族がアメリカ軍に雇われたらしい。足が速いモン族は使えるってことで、第一線であの山のそのゲリラ戦とかをやってたアメリカが目をつけて、そのモン族にお金を大金払って普通に兵士として雇ってたらしい。でアメリカ軍の味方となって北ベトナム軍と戦うことになってしまってん。でその時に北ベトナムの攻撃にあって、モン族の人たちは20万人も亡くなったらしい。アメリカ軍のベトナム戦争での死者がモン族の4分の1の5万8000人って言われてて、モン族の特殊部隊がおらんかったらアメリカ軍の被害がもっと大きかったんじゃないかって言われてるらしい。しかもやばいのが、アメリカ軍がそのホーチミンルート250から300万トンの爆弾を落として、それの一部がまだ不発弾として残ってて、ここのエリアじゃないねんけど、ラオスの方の、モン族のエリアがまだそこで爆弾が不発弾で埋まってて、今でも被害があるっていう風に言われてるらしい。で完全に撤去されるのにはもう100年ぐらいかかるって。だからそんな悲しい歴史がありながらも力強く生きてる人たちの村っていう感じです。いやもうこれだいぶあれやで、奥地まで来たで。こんな秘境誰来る普通。絶対来ない。普通来られへんよな。It's OK。 まだ遠いってこと。しかもずっとさ、なんか上り坂と下り坂の繰り返しで、いやなんかさ、30分で帰っとってんけど、今もう1時間ちょいぐらい歩いてるやん。ああびっくりすることに洗濯物してんけど、ポタポタ落ちてんねん。脱水してない。脱水ゼロやな。しかもこう湿気もやばいしさ、絶対乾かないのこれ。結構厚着の長袖の服が多いね。雪降ったりするらしいからな、この辺。ここでベトナム少数民族面白ポイントやねんけど、今回来たのはモン族の村。いろいろ結婚とかの風習がものすごい僕たちには考えられないような風習をしてるっていうところがあるんで、面白いんでお伝えします。その中でモン族は2つ結婚についてすごい僕たちには考えられない風習があります。1つ目が女性をさらう。
誘拐以降、春が来たらモン族の結婚式は吉日に行われるらしいね。でもそれは2人が合意する場合だけで、合意しない場合っていうのがあって、女性の家族が同意しなかったら男性は諦めなあかんらしい。それでも諦められへん男性は女性を強引に奪うらしい。日本でやったらもうえげつないで、犯罪で、あの奪い方ばり渋くて、あの強い馬を借りてきて、でその馬に乗ってさらいに行くらしい。応援してくれる友達を連れて行くらしいね。女性に馬で思いっきり走っていって、突然抱え上げてそのまま走り出すらしい。馬走ってきたら全員女性恐怖に怯えない。いやほんまそうやで、パカラッパカラッパカラッて来たらさ、わやばいさらわれるみたいな感じになるやん。で、あの女がそれ連れていかれる時泣くらしいねんけど、もうそれも絶対泣かなあかんらしい。なんでかって言ったら、泣かずに連れていかれたら家族とか隣人の人に軽蔑をされるらしい。その女性の両親は棒を持ってその連れて行こうとしてる奴らを叩くらしい。で、その男の人はそのまま家に連れて帰って、女の人の家にめちゃくちゃ豪華なものをプレゼントするんだって。そのプレゼント受け取らんかったらもうその女性は一生実家に帰られへんのって。だからもうその女性の家族は渋々受け取って、もう認めざるを得ないみたいな。それが誘拐婚らしい。一種の人身売買じゃん。ほんまやで。で、もう一個は普通にプロポーズするときに女の人のお尻をポンポンポンって叩くらしいね。女の人は全力で逃げるらしくて、でポンポンポンって叩かれたらもう結婚せなあかんみたいなもんあるらしい。以上、豆知識でした。このカフェとかめっちゃ雰囲気いいじゃん。うまいな。でこんな形でも歴史的にやっぱりあの文化っていうのを捨てずに昔ながらの生活を、え？まあまあ風車とかもあるし、ああいう風車でこう電力をやったりしてんねんけど、まあ、でもあんまりあの風車では多分あの電気は無理やが、多分あの町から引いてると思うねんけど、まあそういう形でね、まあ文化とか伝統守りながら生きてるって聞いてんけどな。カフェとかめっちゃあるしな。ほんであの観光客めっちゃおるしな。民族衣装着てる人多分あれ観光客やしな。あれおかしいな。あ、でも狩りの人がおる。狩りハロー、ねえ、おい、ほら、民族の今から狩りに行く。今からでも絶対狩りに行く。いや持って絶対コスプレだと思うけど。レイビット You from? Where are you from? Vietnam。 あ、ベトナム。Here。おガチモンやガチモン。モデルかな、綺麗な、うん、モデルちゃうな。あ、いやちゃんとその伝統を守って生きてるから。いや伝統守ってるのに見て、これめちゃくちゃ綺麗に現代風になってるけど、めちゃくちゃ観光地やん。すごいモン族の女性とな出会えてよかった。コスプレモン族これやばいな。これまで偽物やった。見て偽物ほんまや、作られた村や。あのレモンも偽物かもしれない。そんなアホな、さすがにそれはないって。大事なんぼなんでもこのレモンが偽物の。あ、これは本物やわ。はい、お疲れした。もうこんなこと、こんなところに来おへんかったら調べることもなく知ることもなかった民族やってんけど、めっちゃおもろい民族で、あのいろいろね、戦争が終わってから難民になってからいろんな各地に、各国、アメリカとかもフランスとかそういうところに移住していったらしいね。その中でも、もう山岳地帯、このアジアの、ベトナムやったりタイやったりラオスやったりってところに分かれて、なんか言葉を持たない民族、もともとそうやったらしくて、得意の刺繍でそういうのを語り継いできた、なんかすごい素敵な話があるような民族でした。まあ、モン族って言ってもいろんな種類の人たちがおって、モン族っていうグループの中で黒モン族、白モン族とかいろいろモン族があんねん。で、大体衣装によって分かれてるらしい。黒モン族は黒い衣装みたいな。言語はほとんど一緒やねんけど、その中で方言みたいなのが分かれてて、まあ基本的に基礎の部分は同じっていう感じのところでした。こういう少数民族の人って、俺らもう今ネット社会でこうやって情報見れるけど、やっぱりこう知って面白いし、これが人間の本来の暮らしなんかなっていうのを改めて気づかされたりする、なんかいい貴重な経験やったんで、サパがやっぱすごいいいわ。気候もいいし、なんかこういう自然もあるし、少数民族とかそういうのも、なんかすごい気に入ったということでよかったんですけど、まあ、今回で一番びっくりしたのが、やっぱりもう俺も太一くんも同じこと言うとってんけど、いろいろ今ベトナムハノイ回って、ドーソン回って、この民族山岳地帯来てんけど、一番田舎や。
はっきり言って一番田舎やねんけど、この民族の人たちが一番ちゃんとした英語を喋れてた。英語ペラペラです。今日も動画を最後まで見てくれてほんまにほんまにありがとうございます。概要欄にインスタグラム、ツイッター、サブチャンネル、チャンネル登録アカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心から頑張ってやってるんで。ハングオーバー二日酔いという意味、マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。急にマリマナ、あのサパの裏側やな。You see, you look in my bag. Huh? Yes. But it's illegal, right?